アジアスクール朝活スポーツ部門担当の中澤です。よろしくお願いします。お願いします。はい、非常に今日は暑い感じになってますね。30度ぐらいになるらしいんで、まあ、家にいても多分汗をかくぐらいのレベルだと思うんですけど、人間の体って何度以上上がると、まあ、その適応できなくなると思いますか？だから最低気温と最高気温の差がどれぐらいあると体がしんどくなるっていうラインが一応あるんです。基準がこれはもう大体勘でいいですよね。10度。おお、私も同じです。いいですね。10度、まあ、しかもそれは当たってるっていう、うん、そうなんですよ。10度以上変化が起こってしまうと体ってもうホメオスタシスって言ってこう体温を安定させる、まあ、体温だったりとかその生命維持の機能を安定させる機能がおかしくなっちゃうんですよね。なので不快指数が溜まったりとか体の不調を、まあ、不定周相みたいな、女性だと結構いろいろあるんですけど、まあ、そういうものにこうなりやすくなっちゃうので、それを安定させるために体を冷やしたりするのはやっぱり水分を取ったりとか、あとは適度なその室温にするっていうのは非常に大事なので、なるべくその温度に差をつけないっていうのが大事です。この温度がいいというよりも温度に差をつけないようにして、朝と夜の温度をなるべく一定にするってやると体ってコンディションが整うので、幅ができちゃうと行った分だけジェットコースターと同じで戻ろうとしちゃうんで、これの繰り返しみたいになっちゃうんですね、体の中が。だから食べ物の甘いものを食べた時眠くなるのと一緒です。血糖値がガンって上がってガンって下がるんで、甘いもの食べちゃったらこう眠くなったり、なんか集中できなくなったりとかぼーっとしたりするのも、あれは血糖値の問題なので、そういったようななるべくそういう波を作らないっていうのが体 の健康維持では一番大切なポイントになりますので、まあそんな感じで今日はやっていけたらと思います。今日はウォーミングアップ含めてちょっと朝なんで頭の体操もしていきましょう。はい、体を動かしながらちょっとだけ、非常に簡単なので、お茶を立っていただいて、一番の動きが手を前で膝を上げたっていう、これ一番で、タッチ。そうそうそう。で、2番が、後ろに出してます。そう。で、3番が、右手と左足を開きます。あ、ごめんなさい、右足を開く。で、4番がこっちですね。はい。で、これでいきましょう。じゃあまず1からちょっとおさらいしましょうか。じゃあ1、これが1です。で、2、3、で、4、4はこっちですね。そう、これで分かりますね。ではいきますよ。2、言われたら反応しましょう。言ったものに対して反応する感じですね。4。あ、いいですね。1。あ、いいですね。4。あ、いいですね。3。あ、OK。では、ここまでは4つはだいぶ楽ですね。今度は8個になります。8個。5は5、6、7、8が入ります。5はクロス。これ5です。で、6は後ろでクロス。左足だったら、右足を上げたら左手でタッチ。クロス。7は右手と左足。8は左手の右足。
OK ですか ?OK? じゃあまず1からいきます。1。はい、6。止まってますよ。止まってますよ。はい、3。3。自信持ってください。右ですよ。そう。はい、7。はい、5。ああ、OK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 。そうですね。4も OK ですね。そうそうそう、というところですね。8。そう。はい、OK。これ4つが8個になるだけで、全然できないの分かります？はい。これ覚えるのとかじゃなくて、自分が考えちゃってるんですよね、体が。で、4個以上、4つまでって人間って結構できるんですよ。これ以上増えてくると、わけが分からなくなるんですよ。でも、実際動きは単純なんですよね。1の動きを5でこうクロスしてるだけで、2の動きで6はクロスしてるだけなんですよ。で、全部クロスしてるだけなんですよ、こうやって。動きが。で、これを今番号で僕がお伝えして、僕がお伝えした番号が頭に入ってきて、あ、こう動かなきゃいけないっていう運動指令が出ないんですよね。そこで思考が停止しちゃってるんで、言ったことに対して反応するっていう、こういうワークは頭を実は使うんですよ。体を動かすことによって頭を使って、その脳に上がった指令を早く回すようなトレーニングになります。これをやってくると、これは対人じゃないといけないんですけど、リアクションって言って、反応速度が速くなるので、なんか物事がパッと言われた時に、早く返したりとか、そういったこう回路は早くつながりやすくなるので、ぜひお勧めになりますので、まあ、こんなものも含めながら、ウォーミングアップ含めてちょっとやっていきますので、よろしくお願いします。では今日は、ちょっと今動かしたので、早速背中のトレーニングからちょっとやっていきます。まあ、背中のウォーミングアップも含めてちょっと一緒にやっていきましょう。では、こんな感じで座ります。で、肩に手を置いていただいて、肘を支点に円を描きましょう。肘をずっと外に向けて、そう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 。肩甲骨を動かしていきます。いいですね。下を向かないように。で、この反対回し。1、1、1、1、1。では次はですね、この状態で一回ストップします。今度は肘を大きく前に動かして、横に向けて肘で円を描きます。まあね、横、後ろ。これを左右交互にやっていきます。そう、肘で円を描きます。肘を大きく動かす。そう。あ、山さんいいですね。もう体ごと全部動いちゃってます、ね。なるべく肘だけ。いいですいいです。最初は全然 OK。大きく動かす。大きく。なるべく大きく動かす。そう。そう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 。で、左右、同じように動かしていくと、実はこれも難しいんですよね。はい、反対回していきましょう。よいしょ。動かして、呼吸は止めないように。前は簡単なんですけど、横にしっかり開いてあげて、後ろに持ってくる。そう。後ろに持ってくる。そう。後ろに回して。OK です。これだけでも結構背中使えます。はい。で、次は、この状態で体を少し前傾します。前のめり、少し前のめり、目線は高くこのまま。で、万歳して、肘を下げる。そうです。肩よりも、後ろに来るように肘を下げます。そうです。で、ちょっと、小泉さん、腰がこう反っちゃってるんで、体を倒します。股関節から倒す。あ、そうです。そこそこ、ストップ。で、万歳して。で、足下げる。さあ、アップ。
ダウン、2、背中で絞って、グッド、3、4、5、6、7、8、9、10、あと2回、1、2、 OK、 背中ですね。では次は親指をこちら後ろにして手を開きます。そうで、このまま後ろに引く。そうです。で、さっきと一緒でちょっと前傾。 OK。 で、目線下げない、目線下げない。そうで、後ろに引きます。1、そう、肩甲骨の内側、2、戻して、小泉さん一回戻して、そう、3、後ろ、そうそうそう、4、5、肩が上がらないように、6、7、8、9、10、あと2回、1、2、はい、 OK。 背中ですね。地味にこれは結構しっかり背中に入るトレーニングになりますので、ぜひこれはちょっと取り入れていただけると思います。では次ですね、もう少しちょっとハードにやっていきましょう。前ちょっとやった背中と足両方使います。立った状態、肩幅ぐらいですね。このままお辞儀をして、手は胸の前にお辞儀をします。そうです。で、体がここは90度ですね。なるべく。そう。で、首下げない。上げて。後頭部上げて、グッと。そう。顎を上げないようにしましょう。小泉さん、ごめんなさい。そのまま、万歳。そうです。で、肘を引く。1。そう、万歳。2。3。息を吐きながら、4、5、6、7、8、9、はい、OK。 いいですね。 OK。 ちょっと足も使いながら背中を使ってます。ちょっと水入れていいでしょう。全然、水分補給は各自でしっかりやっていきましょう。OK です。ではちょっと今日はバランスも含めてやっていきます。バランス能力ですね。片足立ち、右足で立って左足を上げます。では前、で、そのまま左足を下げると同時に体を右の字にします。はい、戻して1、膝は伸ばして、後ろの膝を伸ばして体を倒す。そう、あ、2人ともいいですね。小泉さんいいですね。戻して2、そう、手と足同時に伸ばしながら体を倒す。そう、3、伸ばしてあと2回いきましょう。そう、山田さん OK。 それでいくよ。足伸ばして、膝伸ばして、左の膝、そう、はい、戻すはい、ラストいきましょう。前に倒して、ぐーっと T の字、オッケー、いいですね。では反対いきましょう。小泉さん、ちょっとですね、すごく綺麗なんですけど、お尻をちょっとこう反っちゃうので、ここから倒していって、ここをぐーっと倒していって、腰は反らないようにですね、腰はまっすぐにしていきます。お腹に力を入れます。なので、お腹に力を入れてやっていきましょう。では反対足いきますよ。右足上げて、左足立って、後ろに蹴って T の字、
あ、山田さん、こっちの方がいいですね。あ、そうです。これがその姿勢です。で、戻す。1。はい、後ろに。はい、戻す。後ろに。はい、戻す。はい、あと2回。ラスト。はい、OK。OK です。ちなみに今どこでバランス取ってました？もも。もも。小泉さんは？言っていいですよ。足首らへん。はい、山田さんはももというところですね。もも。もも。なるほど。ここら辺。ここら辺。その辺ね。そうなんですよ。足全体にどうしてもストレスがかかるんですよね、これ。でも、片足立ち、これ筋肉で立ってるんじゃなくてバランスで立ってるんですよ。なので、イメージは足の裏を、そのどこでついてるかがポイントで、親指側に行っちゃうと全部力入るんですよ、ここが。パツパツになっちゃうんですよね。親指側っていうのは支える方じゃなくて動かす方なんですよ、蹴ったり。なので小指側の方に体重がかかるだけで結構簡単に安定するんですよ。ちょっと骨折したまま体を動かせるようになるんですよ、実は。外くるぶしのちょっと前って感じです。そこが自分の重心ポイントなんですよね。なんとなくわかりますか？どうしても皆さんこう足首でこうバランスをこうくねくねして取っちゃうので、それって足の裏のポイントが安定してない証拠なんですよね。そうそんなイメージです。まあ、これ逆立ちとかしてみるとわかるんですけど、上手い人ってあれ逆立ちを力でやってないのでバランスの取り方なんですよね。なので片足立ちもそういった形、そういったような意味やイメージで、力で頑張ろうっていうんじゃなくて、どうやったらバランス、要はシーソーみたいな状態なので、これをどこで自分の姿勢を作ったら安定するかなみたいなポイントで考えてあげると、体はすごく動きやすくなります。もっと疲れにくくなるので、日々30秒ぐらい片足立ちしてあげると自分のコンディションも分かりやすくなります。今日すごいフラフラするなって時はちょっと疲れが溜まってるかもしれないので、ちょっと無理に運動するより休んだ方がいいかもしれないので、ちょっとそういう一つの自分のパロメーターを見るみたいなので使っていただいても OK です。はい、 OK。 じゃあちょっとプラス男子もうちょっとやっていきましょう。じゃあ音声ミュートでお願いします。少し下半身刺激入れます。スクワットですね。で、今日は万歳してやります。前に手を当てて肩幅ぐらい少し広げてもいいです。で、前に手を、後ろに頭の後ろに手を組んで万歳、そのまま手を開く感じですね。で、このままダウン、ここでアップ、ここから見るとレッチリにして下ろしていく。体はまっすぐ、手は下げない、そうで、親指側にあまり体重をかけすぎないように下ろす、アップ。 OK。 ではこれを下ろして5秒キープします。1、2、3、4、はい、アップ、はい、ダウン、はい、1、2、3、4、はい、アップ、はい、ダウン、1、2、3、4、はい、アップ、はい、ダウン。山田さんもうちょい前傾していいですよ。1、2、3、4、はい、アップ、はい、ダウン。あと3回いきましょう。1、2、下向けない、3、4、
はい、アップ。はい、あと2回。1、2、3、4、5。はい、アップ。ラスト。1、2、3、4。はい、OK。もうですね。OK。はい、今日はちょっと背中からまた足回りって形でちょっと頭も使いながらっていうところでやったので、最後は恒例の3分トレーニングやっていきます。こちらはもう個人で無理しないようにできる範囲で参加していただいて構いませんので、よろしくお願いします。では今日はですね、スタートはですね上向きになります。で、肩の真下側に手を置いて、体を上げる。はい。これでキープします。余裕が、これでまず20秒キープですね。で、次は下ろして、寝ていただいて、膝を上げます。で、自分の方に膝を向けて、上に上げる。戻す。上に上げる。落とす。そうです。いいですね。これで下腹部を刺激しましょう。はい、OK。で、最後は、今の逆バージョンですね。体を伸ばしたら寄せる。伸ばしたら寄せる。で、この伸ばすときに腰を反らないようにですね、ぐっと寄せて、遠くにしっかり伸ばして、持ってくる。そう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 。OK。はい、ナイス。これを3つやっていきます。はい、OK ですか？ OK、では行きましょう。5秒前。3、2、1、はい、アップ。足開いてくださいね。そう。背中でグーッと押して。そう、ナイス。呼吸止めないように。2、1、はい、そのまま置いて、足を上げて、アップ。アップ。膝上げてからアップ。よいしょ。1、1、1、1、1、ふう。ふう。はい、そのまま腰を起こして、ぐっと持ってくる。そう、ずっと足を動かし続けて、1、下腹部意識、下、ふう、ふう、よいしょ、よいしょ、はい、戻して、ゴー、2セット目いきましょう。いいですね、お二人とも素晴らしい。背中で押しますよ、背中でぐーっと、そう、ナイス。肩に力入れないように、はい、足を上げてアップ、アップ、よいしょ、そう、膝上げて、しっかり膝上げて、膝を胸の方に持ってきてアップ、そう、下腹部意識、よいしょ、1、1、1、1、はい、足伸ばしてゴー、ゴー、よいしょ、しっかり伸ばして、伸ばしきって、そう、持ってくる、お腹に持ってきて、ずっと引き寄せる。ふう。ふう。ふう。はい、よっそ。よいしょ。いいですね。キープ。はい、3、2、1。はい、持ってきて、アップ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 、ふう、ふう、よいしょ、よいしょ、よいしょ、いいですね、アップ、アップ、アップ、はい、足伸ばして、ふう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 、よいしょ、ナイス。
はい、頑張っていきましょう。最後まで。はい、もうちょい。OK。お疲れ様でした。小泉さんもすごいですね。ナイスです。はい、では最後、ちょっとクールダウン一緒にやっていきましょう。大丈夫ですか？あ、みんな終わっちゃったか。あ、大丈夫ですよ。 OK、 では両手を前に出して、ちょっと今日背中結構使ったので背中伸ばします。後ろにお尻引いてぐーっと背中伸ばしましょう。しっかりお尻引いて、で次は右手伸ばしたところにぐーっと斜め45度に手を入れてぐーっと伸ばします。左の背中が伸びます。しっかりお尻引いて、次左手を下にぐーっといきましょう。はい、OK。 では次はですね、体を入れていただいて、膝を曲げてぐーっと横に倒していきます。自分の膝を上げた膝をぐーっと倒していく感じですね。息を吐きながらお尻を伸ばします。で、肩が上がらないように注意しましょう。はい、反対いきましょう。右の足を上げて、左の手でぐーっと押し倒していきます。背中も見ていきます。お尻と、はい、 OK。 ちょっと背中と体全体ちょっと伸ばしてみます。このように体育座りみたいな形で足を抱えます。あ、コーンと寝ていただいて、でそのままぐーっと自分の方に引き寄せると結構背中から腰が伸びてきます。でもっと伸ばしたい方は足を伸ばして反対側にぐーっと、で手はこっちに置いちゃいます。あ、そうですそうです、ぐーっと伸ばしちゃいます。つま先を遠くにすればするほど背中が伸びてきます。足の裏とかも伸びてきます。はい、 OK、 戻りましょう。はい、お疲れ様でした。はい、まあ、今日は最初にちょっといつもと違うウォーミングアップをやらせていただいて、体の動きからその脳に刺激を与えるっていうところですね。はい、皆さん4つ目まではだいぶ良かったんですけど、もう端っこになった瞬間のハテナハテナっていう感じがすごい良かったですね。あれはでも運動能力は関係ないんですよ。頭のその体操みたいなその回路のつながりなので、なのでやればやるだけレベルアップしますし、まあ、そういった意味ではいろいろこれも継続しながらご一緒にやらせていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、今日は以上になりますので、またちょっと時間あるときに必ず参加の方お願いします。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございました。